はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクですね。高知さんからナショトレ、はい、再びですね。3つ目ですかね。はい。よろしくお願いします。よいしょ。よいしょ。ワンケース4箱で一つ一つ開けながらですね。いつも通り。はい、じゃあね、開けてきます。パキッと言いますね。シャウエッセンのようなよいしょ、はい、よいしょ、はい、おお、一番上からアルビーズのパッチですね。10枚限定です。7の10、トリプルですね。うん、ここはあのブレイブスのハンマーのとこかなね、多分絵のとこかな。でパッチですね。はい、よいしょ、はいはい。じゃあまずアルビーズ、これが7の10ですね。で2枚目はダブルパッチのビューラーですね。23の25、こっちもね、多分名前だと思います。こっちはドジャースの中かな、うん、よいしょ。で3枚目、マダックスのダブルジャージ8199、アトランタですね。うん、ブレーブスのホームかな。はい、でここレジェンド枠はレッドさんね、74の99です。カジナルスですね。うん、もうね、結構長いとこ入ってますけど、結構お年ですね。うん、はい、でここでまず RPA 枠はケビン・ニューマン4799。うん、これからですね、ケビン・ニューマンはね、先に入れちゃってるんですね、これから。うん、はい、で2枚目はブラックバーンですね。21の99。で RPA1 個出たんですけど、おお、すごい。あ、しかも選手もいいです。フラハティですね。はい、今年ピッチャーの中でメンツね、ナンバー1、2を争うピッチャーかな。ビューラーとかとね、フラハティとか何人かいますけど、はい、場所外です。カージナルスの鳥の多分尾の部分、ああどっちだ、尾の部分かバットのかなと思います。はい、10の10ですね。カードです。まあここちょこっとリトル、まあね、うん、まあでもグレーディングした方がいいような気がします。まあこっちは分かりづらいんでね、ここ一箇所はね、わかりますけど、まあグレーディング回した方がいいかなと思います。いい RPA です。10シリプラチナですね。はい、まあこっち置いてきます。場所もいいんでね。で、フレジャー君36の99。でブックです。さあ誰でしょうか。よいしょ、いきます。せーの、おお、ベーブ・ルースの4つバット。ほうほう。おー。ベーブ・ルースです。あ、ジャージナンバー3の25。これすごいですね。この縦型ブックの2面、3面、4面はあのグレーディングできますんで、これもグレーディングに回した方がいいような気がします。はい。あの横型ブックで4面、3面以上はできないのかな。横型ブックは2面までね、横のやつね。縦型は4面までいけるんで、まあこれもやっておいた方がいいと思います。ジャージナンバーです。ということで、フラハティとベーブルースね。
はい、で次こっち。はい、二つ目です。よいしょ。はい、一番上はターナーのジャージ14-99。はい、14-99。これはベースカード200番。次はバンガーナーの26-99。これもベースですね。186。はい、次のベースのジャージですね。ケンボイヤー13-99。これもジャージですね。古いジャージ。で、ベースカード。これもベースカードだ。4枚ベースですね。アディ・ジョスさん。46-49。これ通常で49からしかないですね。97番。クリーンブラン。クリブランドピンストライプあったっけ？昔あったのか。はい。ね。うん。クリブランド。ですね。はい。こっからサインで、まず、ウィリー・マギーさん。4-15、シール。ですね。座れてない。で、次がカラティニさん。52-99。はい。で、次。おお、あ、モロンタだけど、いいんじゃないですか。RPA のワンファンです。クールベースのタグが入ってますね。はい。ね、一瞬あ、パンダかなと思ったら違うんですよね。モロンタさんなんですね。そこそこ出てましたね。はい、ジャイアンツのルーキーのモロンタさん、ピッチャーです。体型はもうパンダさんですね。うん。ワンワンの RPA です。プラチナブルー。クールベース、パッチ入ってます。まあ、これも、こっち。はい。グリーディング行きですね、完全にね。で、次も、まあ、いいんじゃないですか。ベニテのオンカード、8-25。うん。で、200個目の最後は、誰でしょう。せーの、ほい。お、ニック・ウィリアムスですね。はい。でかいジャージとサイン。で、フィリーズのルキーです。22-49。はい。まあ、モーバーの RPA とベニテン入ってましたね。よいしょ。プラチナブルー初めて見ました。RPA のね。よいしょ。この間はパッチのワンオーバーでしたっけ、ね、はい、三つ目。よいしょ。はい。はい、一番上は、これインサートなのかな？リーグリーダーズのジャージでプールスですかね。5799。例えばこれはハイナンバーなのかな、気にしたことがないですね。よいしょ。あ、インサートか。LL の AP。ポールス。ね。はい。リーグリーダーズ。ね。で、次のジャージでマイク・トラウト。まあ、これはこれで。はい。70-99。で、次。あ、まあ、これも、まあ、ジャージですけど。はい。イチローさん。プーちゃん、トラウト、イチローですね。7-99。はい。で、4枚目は、レジェンドですね。フランキーだ。15-25。ダブルパッド。通常だから、これで少ない小プリですかね。4枚目でね。で、こっからサインです。レデンプションはまず、カレッジマテリアルシグネチャーの金ですね。25シリかな ?25 以下かな ?JD デイビス。ヒューストンアストロズで、デビューしてますね。
ちょこちょこまあ活躍しました、ね、2割ちょいぐらいですけど、まあ頑張った方だと思います。来季以降、はい、レデンプションは店長がやっておくんですよね。で次はバンダ76-99。はい、で RPA なんですけど、あのカレッジの方に書いてなかった JD デイビス現物入ってましたカレッジの方がなんでリデンプションなんでしょうね。で25シリの、はい、RPA です。 12-25 でまさにこれ名前の A でしょうかね、アストロズの A かな、どっちでしょうね。名前っぽそうですけどね、これは来期見てからでいいと思いますグレーに、はい、なので綺麗に保存しておくね。はい、で次はホームタウンヒーローとのディバース、はい、これもまあ最後の方良かったですよね。かなりかなり良かったです。最後の来期スタートダッシュどうだか、はい、でブックセール、ほい、お、カットシグネチャーだ。あ、光ってる。あ、はい、ホイト・ウィルヘイムさんで、かなりなレジェンドです。これ、少ないんじゃないですか。あ、6-10。はい、まあ、うん、有名、店長でも知ってる。はい、そんなに深くない。まあ、深いですけどね。そんなに深くない、レジェンドさん。はい、これで、これ、あの、ポストカードのね、あった時のやつですね。これね。そこをカットして入れてますね。10枚限定の6番です。はい。カットシグネチャー出て、RPA 出て、ワンワンの RPA も出て、あと何でしょうね。よいしょ。はい、これが4つ目です。そっか、フラハティとベーブルースも出てんのか。はい、はい、じゃあまず1枚目はメヒアのトリプルジャージ、うん、パッチスタートじゃないですね。23-99。次はバーデューゴですね。7-99。ドジャース。お、ここでプレートのオート。誰だ？デニス・エカーズリか。エカーズリですね。これベースカードの、ジャージカードのプレートですね。で、裏はちゃんとベースカード、119番。で、ここにワンオフワンになってます。なので、ワンワン二つ目。おお、これもグレーディングいいんじゃないの。ジャッキー・ロビンソンの三つ窓ジャージです。9-10。はい、ジャッキー・ロビンソン。あ、いいですよ、いいですよ。はい、了解です。で、こっからオートで、まず、はい、ドンテレさん、久しぶり、4199です。オートジャージ D トレイン、このタイプあんまり見ないんですよね、 D トレイン。で次もレジェンドフランク・ハードのオートバット3-10。これ金ホロになってます。でワンワン出てジャッキー・ロビンソン出てまたワンワンです。これはこれも、うん、場所がいいからグレーディングした方がいいでしょうね。まあこのまま、はい、これ誰だろう。ただこれ、ゲーターズ？フロリダ大？ねえ、あ、AJ パックか。ああ、いいんじゃないですか。来年春かな？秋かな？どっちでしょう。ね、でもドラフト3位でしたっけ？はい。プレートのジャージとプレートのオートが来ました。あ、少々お待ちください。はい。で、その、おー、悪魔の RPA 来た。これはでかい。4399。はい。ブレーブスのいい部分が入ってます。これもグレーディングですね。
この箱2枚3枚でラスト誰でしょう。お、2人だ。スコット・キングリーとホスキンスのダブルオートジャッジブックですね。91の99もありますね。フィリーズの2人ですね。キングリーとホスキンス。で、これも一応、まあ、ホスキンス35本、ぐらいですかね。はい。まあ、シールオートですけど、うん、やっておいてもいいんじゃないですかね。はい。ということで、1、2、3、4、5、6、7、8枚ぐらいあります。で、一応動画ね、見直していただいて、この8枚でいいか、後で教えてください。はい。ということで今ね、4時31分ですけど、すぐ動画上げます。はい。ありがとうございます。